入った。食ったよ。ゲットだぜ。激アラのコーン。激アラのコーン。はい、おはようございます。おはようございます。石黒さん、今日はここは、どこですか？ここはですね、愛知県の、知多半島の先端にあります、うん、諸崎という地域ですね。はい、そうですか。なんか最近クロダイが釣れてるって聞いたんで、ちょっとね、今日釣ってみたいと思うんですけれども、最近どうなんですか？はい、そうですね、もう季節的に、夏真っ盛りでして、魚の活性もですね、もうとても上がってる状態で、一番今からの時期ですね、特に楽しい時期になってきますので、頑張ってたくさん釣れればなと思います。じゃあちょっとね、やってみましょうか。そうですね、はい。これね、1日分の量なので、これをね、僕の場合は2回に分けて、前半後半にね、分けて、半分ずつ作っていきたいと思います。40センチのね、この大きなバッカンですと1回で、作るっていうかね、量は入ってしまうんですけれど、やっぱりそれをね、全部入れてかき回すっていうとなかなかできないんで、半分ずつ、作っていきたいと思います。で、まずはこの、バッカン、はい、にこのね、麦コーンをね、最初に入れていきます。よいしょ。麦コーンね、これね、非常にね、よく水を吸うんで、最初に入れていただいて、麦コーンとこの激アラですね、はい、激アラを入れてもらって、よいしょ、もう一つ激アラもね、2つ入れちゃいたいと思います。よいしょ、はい。でこれ激アラ入れた時に、この中にね、コーンとね、ちょっと粒のさなぎとかが入ってますんで、これ付け餌にも使えますから、少しね、餌箱の方に、分けておきましょうか。結構ね、こういうね、粒のさなぎとかもね、入ってるんで、これ結構付けにね、使いやすいからね、コーンと、よいしょ、この辺もいいサナギがあるから、よいしょ、よし。まずね、僕の場合はもういつもね、この段階でもう水を入れちゃいます。麦コーンにね、水を吸わしたいから、これ 500cc のカップなんですけど、今1杯2杯目ですね、そして3杯、4杯、5杯、まず5杯入れて、ちょっと様子を見てください。だいたい、半日分作るっていうと、2.5 リットルから約3リッターぐらいの、水が必要になってきますので、で最後の 500cc は、ちょっと調整用みたいな感じで考えてもらえればいいと思います。じゃあまず、チヌパワー半分、MP ですね。MP も半分入れていきます。はい、本体も、はい、半分、はい、はい、半分入れました。これでね、まずこの状態でちょっと軽く混ぜ合わせます。いや今ね、チヌパワーとね、MP。それと日本海をね、混ぜましたけれども、チヌパワーはね、もう魚を寄せる集魚力にね、特化した、餌だと思いますよね。もう皆さんもね、ご存知だと思いますけれど、そして MP っていうのが、これは集魚力もすごい
いいんですけれども粘りが出るんですよね。ですんで、そこまで、塊のまんま、持たせるためにコマセを持たせるために粘り付けのために MP を、入れてます。まあ、特にこの、今の時期なんかだとちょっと収穫力も高いんであんまり MP 入れすぎちゃうと餌取りとかがね寄りすぎちゃうかなと思うから、ちょっと半分ぐらいにねしましたけど、これ冬場とかで餌取りが少ないよっていう時だったら一袋入れちゃいますけどね。そして日本海はもうパッケージにもね、ずば抜けて重いとかね、書いてあるけれども、重さですね、この高い比重を利用してそこまで、コマセを届ける。そして MP で、がっちりと、塊のまんま、そしてチヌパワーで魚を寄せる。まあ、そんな考えでね、今3種類をね、入れさせていただきました。うん、そしてね、最後仕上げにね、入れるおから団子なんですけれども、このおから団子っていうのは濁りを発生させる、そういう目的でね、入れさせてもらってますね。だいぶ、馴染んできたかな。全体的にまだ少し残ってますね。結構ね、バッカンのこの角のところにね、コマセが混ざってないコマセが残ることが多いんでね、よく全体に水分が行き渡るように混ぜ合わせてください。これまんべんなくいったかな。ただまあ濁りを発生させるのは、一番最後に入れます。おから団子はまあだいたい3分の1から半分程度。今日はちょっとね水が少し澄んでる感じがあるんで、もう濁りも少し多めにつけたいなと思うんで半分、入れていきます。これ結構濁りがある時だったらね僕3分の1ぐらいしか、普段入れないんですけれど、今日はちょっと澄み気味なんで半分入れます。そして最後にまた 500cc ぐらいカップに取っといて、これで最後調整しながら水を加えていくという感じで仕上げるようにしてください。コマセね水入れすぎちゃうとねコマセ台無しになっちゃうから、最後の 500cc ぐらいは水と調整しながら入れてもらえるといいと思います。それでね、まあ、全体にこれね行き渡らしたら最後はきっちりと、僕の場合は最後の仕上げだけは手で、いつも仕上げるんですよ。全体に、混ざったかな、もうちょいかな、もうちょいですね。よし今最後ね500入れましたけど、最後だけはねやっぱこうやってねよーく混ぜ合わせて、やっぱり普段ね僕も手で最後仕上げてるから、その感覚っていうのをね大切にしてるんで、よいしょ。これ、まあ、夏場だから今素手でやってるけれど、冬場なんかだとね結構寒いからねゴム手したりしてねやります。あと中にね貝殻とかが入ってるからね、まあ素手よりは、ゴム手とかはめた方がいいかもしれません。こうやってねやっぱり最後までこうやってよく混ぜてるとね粘りが出てくるんですよね、餌にね。よいしょ、よし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 、いい感じです。そしたら僕の場合いつもおにぎりとかお団子って言うんですけれど、
小さなね、ポイントを作る用の、お団子、小ませの団子をこれをまあ10個ぐらいね、作っておきます。でこれ釣り始める前に、ポイントに投入して、それから仕掛けを作ったり、準備をして、もう魚を最初に寄せときます。よいしょ。で、あとはこのコマセをギュッギュッギュッと押していただいて、コマセの中のねエアーをしっかりと抜きます。これね、エアーを抜くことによってね、コマセがねしっかりと、沈下してくれる、結構緩くしてると上でばらけたりしちゃうんで、こうやってねエアーをしっかり、抜いていただいて、まあ、なんかぬか床を作るようだけれど、はい、まあ、これで、コマセの方は、完成です。今日のね、使ってるタックルですけれども、竿はね、チヌ竿の、1号5メートルですね。そして、まあ、リールは、普通の、スピニングリールですね。だいたい2500番くらいで、道糸は、今日は 1.75 号巻いてます。そして、浮きですけれども、これですね、東屋浮き、立ち浮きですね、自立の立ち浮き、4B です。そしてストッパーがつきまして、浮きに合わせた、重りですね、はい、浮きに合わせた重りと、寄り戻し。そしてハリスが、1.2 もしくは 1.5 号今日は使おうと思っております。で、針はまあ一番最初なんで、チヌ針の、2号を、セットしてます。で今ここにね、重りを刺しまして、まずはね、この地形がどうなってるか、探っていきたいと思います。ゴム付きのね重りですけど、これよくね皆さんねこの穴から刺してこういう風にね出して、棚を取る方いらっしゃるんですけど、こういう風にね取ると、針がね海底に引っかかることが多いんですよ。ですんでやるときは逆に外側から刺して、こうやって刺してあげると、こうやって刺してあげるとね、海底に引っかかるリスクは減らせます。はい、じゃあちょっとね、地形を探っていきたいと思います。僕の今の正面の水深っていうのは、今ここに1個浮き止めがついてるんですけれども、浮き止めついてるんですけれども、もう一個僕ね浮き止めつけてるんですよ。それでこうしてもらうと、さっき浮きのこの部分だけがね、この部分だけが出てましたから、 そこにこっちの上の浮き止めを合わせてもらうと、今 ここの上の目印がちょうど水深の目印っていうことになりますね。これがね水深の目印です。そしてだいたい浮きが出るのがこのくらいにセットしてあるので、そうすると今これでね、ここに今上の目印を浮きの出るところに、重りが乗った状態で出るところにセットしてもらうと、ちょうどこれで水深が取れたよっていう形になります。ですんでね、浮き止めがね2つあるとね、水深をね把握しやすくなるんでね便利です。でここからね、今ちょっとどこに深みがあるのか探していきたいと思います。深みもしくは駆け上がりがねどこにあるのかね。よいしょ。少しちょっと大きめに今入れてみました。あ、浮き入っていきますね。最初の今セットしたところ、あそこからだいたい、そうですね、3メーター、4メーター手前のところ
で一番最初浮き下合わせたんですけど、沖に行ったら、多分30センチぐらい深くなりましたね。だからじゃあちょっと流す、右側なり左側なりを少し探ってみましょうか。だいたいあのぐらいまでは流したいかなって思うところですよね。左の方は圧倒的に深いね。浮きが全部入っちゃったね。っていうことは左が深くてこっち右に行くに従って浅くなってる可能性が高いですね。左側がちょっと深くなってて右側に行くに従って、浅くなるというような地形になっていると思います。今これ潮の流れが左か右側から左側へ流れてるんで、右側で浮き下を取っちゃうと左側に行くに従ってそこからどん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 離れていくような形になるんで、少しちょっと深めに、浮き下を取って、スタートしてみようかなと思います。先ほど重りつけて、海底探ってみたら、地形的にはその左側が深くて、右側が浅くなる、そして沖に行くに従っても徐々に徐々に深くなっていくっていう、感じなので、この正面の、そうですね、20メーターぐらい先かな、にポイント作りたいと思いますので、このさっきね、作ったこのお団子をね、ポイントにしたいところに投入していきます。これね、普段よく行ってる場所でもう地形知ってるよとかっていうところだったら、もうその道具をタックルをねセットする前にもうコマセを入れてもらえると、釣り始めた時には魚が寄ってるよっていう展開になりますんで、今日はねこの初めての場所っていうことなんで、海底のね様子を、見てからこれコマセをね、入れていきます、団子をね。はい、であの辺りに、ポイントができると思うので、その時のね潮の流れに応じて今入れた辺りに、仕掛けが通過するように、釣っていきたいと思います。じゃあこれから、始めます。今日ね、用意したつけ餌ですけれども、まずねここはね先ほど激アラから取った、コーンとサナギですよね。それとこれはクワセオキアミスペシャルチヌ、これ、中にオキアミ入ってないんですけれど、餌取りが何がいるのかなとか見るために、一応、オキアミ用意してます。そしてこれが、カツマルサナギですね。はい、でこれがガツガツコーン、そしてこれがねカツマルサナギをチヌにこれがにつけた、ちょっとスペシャルサナギですね。でこれ練り餌が甲州魚レッドというやつですね。はい、これをねローテーションさせながら当たり餌を探しながら、釣っていきたいと思います。激アラの、コーンでもうちょっとね針もね先最初2号使ってたんだけど3号に変えて、激アラのコーンをもう存在に4個掛けに、はい、こんな感じで、はい、潮変わった？いや動いてないですね。変わってない？なんとなく動き方が変わったような気がするんだけどな。どんどん潮が上げてきたね。上げてきたね。もう足ももう見えないですからね。ねえ、タイルがもう隠れたね。もう釣り始めてから30センチぐらい上がったね。そうですね、急に一気に上がってきてますね。早いですね、上がるのは。ヌーチーです噂を知ればですね。
ほらヌーチーだー。はい、入りましたー、ゲットだぜ。激アラのコーン。激アラのコーン、うん、はい、じゃあ大きくなってまた連れてくれよ。はい、はい、石黒さんお疲れ様でした。お疲れ様でした、林さん。いやー、なんか夏だから餌取りが多いっていうねイメージだったけれど、なぜかちょっと全く餌取りがいないっていうね。そうですね、ちょっと変わった状況でしたね。はい、うん、で後半なんとか配合のねパターン変えてどうにか当たりが出てくれて、はい、なんとか僕は1枚釣ることができました。当たりは何回か出てくれたんですけど、ね、うん、後半はね、あとしっかりした当たりが何度かあったんだけれども、はい、なかなか針がかりまでね持ち込めなくてね、厳しい釣りとなってしまいましたけれど、石黒さんこれからですよね、シーズンは ね、これで、今からまた9月10月秋の、数釣りシーズンですね。またこちらも、まあ、型も、晩秋になってこれはまた大きいの、うん、大きいのも出るんですか。年増しの実績も高いポイントですので、うん、じゃあまあでこれ見て、それから来ても間に合うということですよね。逆にその方ががもっと釣れる可能性が高いということですか。そういうことですね、はい、その頃にはもう上向きです、うん、はい、はい、分かりました。じゃあ本当今日はお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。